皆さん、こんにちは、久しぶりです。最近どうやって過ごしているんでしょうかな、皆さん。私、最近忙しくて、新しいポッドキャストを作る時間がなかなかありませんでした。でも、今回は皆さんのために特別なポッドキャストを準備しておきました。えー、今回はね、あ、このテーマのことについて話しする前に、皆さんにちょっと聞きたいことがあるんで、皆さんはね、ご飯を食べるときに、 スプーンとかを使って食べますかそれとも手を使って食べるんですかフォークとかナイフを使って食べますかそれとも箸を使って食べますかまあ日本だとしたらもちろん箸を使って食べる人が多いんですね。だからこの動画では箸のルールやマナーについてたくさん教えるんですけど全部を覚える必要はないですあ。でもこれをしたらダメ。これはマナー違反って。 これだけ覚えれば良いだと思います。それじゃあ早速ですか。行きましょうか。一番目は、ご飯に端を突き刺すのは絶対にダメです。ご飯の上に端、えー、を立ててはいけないというマナーです。そうするのは日本人が最も不快に感じる端の端部の一つです。外国人にとっては食事中の端の置き場として ご飯に突き刺しておくのが最適と思うかもしれないんですけど、日本ではお葬式の時、ご飯の上で端を立てて、個人にお供えする風習があるためです。だから、普段食事では絶対にこの行為を避けなければならないです。食事中や食後に箸を置きたい時は、橋を箸置きに置くこと、箸置きがない時は、 えっと、皿、それとも、茶碗に、箸を平行にしておきましょう。二番目、橋と橋を交差させない。橋を交差するのも、マナー違反です。これは、昔通告で、死を意味すると言われていることも多いんですけど、日本では死ぬとか死そのものへは、連想されていないんですけど、橋を交するものが、 好意が良くないため、マナー違反と思う人がたくさんいます。手で持つときも、テーブルに置くときも、できるだけ端を平行にすることも心がけましょう。3番目。端から端へ料理を渡すのは絶対にダメです。これを昔の動画にも教えたことがあります。誰かと料理をシェアしたいとき、自分の端から相手の端へ 直接渡せば効率的なんですけど、この行為は日本ではマナ違反となっております。日本ではお葬式で小銭の骨を拾うときにこれと同じ動作をするので演技の悪いとされています。だから料理を分けるときには相手が自分の端でつまめるように取りさらに取り分けるのがベストです。 4番目、端と端をこすり合わせないこと。割り箸を使うときは、割った部分にできたささくれのような菊像を取るために、端と端をこすり合わせる人もいます。食事と一緒に菊蔵を飲み込んだら機嫌なため、そうすると思うんですけど、これもあんまり競技がいいものではありません。割り箸をこうするっていうことは、 このレストランは質の悪い橋を使っているというアピールをするようなものなので、これも気をつけた方がいいと思います。5番目。箸をおもちゃにしないこと。なんていうか、箸は小さなドラスチックのような形をしているため、食事を持つものと思わないで、ドラスチックを叩く真似をして遊びたくなるかもしれないです。でも、 橋を遊ぶのはマナー違反です。日本では、表書期から橋のマナーを厳しくしつけられることが多くて、子供さえも、こうした、えー、さっき言ったことねで,ですね、橋を遊ぶのがほとんどしないです。えー、他にも、このたくさんの橋のルールやマナーが残っているんですが、えー さっきみたいに長く説明するとちょっと長くなるかもしれないから、これから短く説明していきたいなと思います。6番目は、私し橋です。橋を橋置きではなくて、皿の上に乗せておくことはダメです。7番目、探り橋。味噌汁の中などに橋を入れて、混ぜて、豆腐などの句を探ることです。 これもダメですね。8番目、突き橋、えー。それとも差し箸。食べ物に箸を突き刺して食べること。これもやってはいけないナマーマです。9番目、近橋。取り分け用の箸を使わずに直接大皿から自分の箸で取ることです。10番目、き橋。箸にへばりついた小屋などを下平に 吸い込むように取ることです。これもマナイヤーの一つです。11番目、重ね箸並べられた食事の中で同じものばかりを食べることです。これも良くないマナーです。12番、持ち橋。ガラスやお椀を右手、つまり端を持つ手で持ち上げるときに箸を置かないことです。13番目、迷い橋。 何を取るのか決めていない時に迷いながら食べ物の上で箸でうるうるさせることです。14番目、受け箸。ご飯のおかわりを頼む時に箸を置かないことです。15番、かき箸。茶碗を口につけてご飯をかき込むことです。16番目、ねぶり箸。箸を舐めることです。17番目、跳ね箸。 木にいらない食事を箸で向こうに押し出すことです。18番目、寄せ箸。箸を初期につけて近くに寄せることです。19番、洗い箸。味噌汁などの中で箸を洗うことです。20番目、焼き魚の固めを食べ終わってから中骨を取り除かずに、魚ののり目を箸でほぐして、 食べることです。21番、揃え橋。箸を使うためにお皿の上などで立って整えることです。22番、移り橋。何かを取ろうと思っていたのに突然違うものを取ると決めて動くことです。23番、涙橋。橋の先端から城などがポタポタ 疲れさせておくことです最後の14番目はちぎり橋です橋を左と右に1本持ち食べ物を小さくすることですはい今日は私が皆さんのために橋の使い方橋のルールやマ山穴について説明しましたあこの中でたくさん教えましたから え皆さんが絶対にこれを覚えなきゃいけないということではないんですね。さっきにも言ってたんですけど、これをしなければならないということを覚えるだけで大丈夫です。皆さん、びっくりしましたか私も、この初めてこの足の使い方について調べるときは、いや、すっごく多いなと思ってたんですよ。でも、えー、調べれば調べるほど面白くなって、皆さんに教えたいと思ってこの動画をお作りしました。皆さん、 もう一回端を使うときは、このルールやマーナーを覚えて使ってみてください。はい。じゃあ皆さん、今日の動画はこれだけです。他にもたくさんのいい動画を作る予定がありますので、皆さん楽しみにしてください。今日もお疲れ様でした、皆さん。じゃあ、またね。